はい、こんにちは。東アジア崩壊ニュースです。今回お届けする情報記事はですね、ここに書いてあるように、韓国には申し訳ないが、点々点、といったね、ことでどういうことかと言いますと、こちらの記事をご紹介したいのですが、国連関係者が、韓国には申し訳ない話だが、国連の舞台で韓国と日本は階級は全く違うと。なんとも韓国にとってはですね、まあ残酷なことを言われたという記事がありましたから、こちらの方をご紹介していきたいと思います。で、これに関してですね、またちょっといくつか違った情報などもお伝えしていきたいと思っております。では、記事の方、政治さんから読んでいただきましょう。では、どうぞ。韓国には申し訳ないが、と国連関係者、日本との階級の違いにゲームオーバー。日本がライバルだという錯覚を。韓国東亜日報は24日、日本は対外的な影響力を拡大するために莫大な資金を投入しており、国連での階級は韓国と比較にならないと報じた。記事によると、日本は資金力を前面に出して国連安全保障理事会の座を狙っている。国連分担金の日本の負担率は 11% で、米国の 22% に次ぐ世界2位で、ドイツ 7% や中国 5% 大きく上回っている。これに対し韓国はわずか 2%。 国連関係者は、韓国には申し訳ない話だが、国連の舞台で韓国と日本は階級が全く違うと話している。日本の明治産業革命施設の世界文化遺産登録問題で注目が集まる国連教育科学文化機関ユネスコも、日本の資金力に大きく依存している。昨年日本が拠出した分担金は1521万394ドル、約19億円、3086万6900ドルを割り当てられている。米国が分担金の支払いを拒否しているため、分担金の納付額は日本が世界1位だ。これに対し韓国は279万9476ドルで、日本の5分の1以下の水準にとどまっている。明治産業革命遺産をめぐる日韓外交戦の際には、韓国外交部幹部が日本がユネスコを脱退する、分担金を支払わないなどの言葉で脅迫しているという噂をメディアに紹介、韓国内で物議を醸した。日本はこのほか米国で日本に好意的な世論を醸成するための対米公共外交にも莫大な資金を投下している。外務省傘下の国際交流基金や笹川平和財団などが対米公共外交に使う年間予算は判明しているだけで1070万ドル、韓国のおよそ8倍の水準だ。さらに目に見えない金も使っているとみられる。ある米政府関係者は、生魚を食べなかった米国人が清潔な日本料理に魅了され、刺身や寿司を高級な健康食品と思うようになったのはレストラン経営者だけの努力で可能だろうかと述べ、日本政府のさまざまな支援があったことを示唆した。今年4から5月の安倍首相訪米の際も、安倍首相が米議会で米国の努力を最初から最後まで支持すると訴えた4月29日に、笹川平和財団が大規模なセミナーを実施した。米国に役立つ日本というテーマで開かれたセミナーには、米国の知日派300人が参加し、安倍首相を後方支援した。こうした米国の知日派も、日本の国益を米国の政策に反映させるために日本が投資した結果だ。キククラブと呼ばれる彼らはワシントンで日本の代弁者の役割を果たしている。この報道に対し、韓国ネットユーザーからは様々なコメントが寄せられている。ゲームオーバー、統一して力をつけるしか方法がないのに、統一に反対する人が多い。人口や国土が少しでも増えた方がいい。少しの経済的な損失だけを見て統一に反対するのが良くない。安倍の業績はすごい。外交の面では高い能力がある。別に安倍がやったことではない。日本が安倍以前から戦略的にやってきたこと、当然のこと。経済規模が韓国より大きいから、何にもおいても韓国が劣る。だが悲観的になることはない。韓国はアジアでは3番目。これを生かしていけばいい。世界で中国や日本を甘く見ているのは韓国くらい。井戸の中のカエル。朴大統領はファッションに気を使いすぎて外交を知らない。日本がいくら自民党独裁で右傾化が進んでいるとしても、
大企業や少数の権力層が国を揺さぶる韓国よりはマシ。セヌリ党と比べて自民党はしっかりしている。憎たらしいが羨ましい。日本にはお金もコントロールタワーもある。韓日関係は一つのことに固執しないで柔軟に対応していくべき。過去の歴史だけを問題視していては対日関係は改善しない。政府は韓日関係を正常化すべき。中国も軽視できない日本。韓国と比べるのは間違っている。四大河川事業に22兆ウォンをかけた。結果は泥に捨てたのと同じ。税金を実利のために使ってほしい。日本がライバルだという錯覚を捨てろ。はい、というね感じの記事だったわけです。では記事をもう一度出しましょう。まあ、先ほどの音声でも読んでいただきましたが、ある国連関係者が、韓国には申し訳ない話だが、国連の舞台では韓国と日本はね、階級が全く違うとね、述べたと、いうことに関して、まあ、韓国のネットユーザーがですね、ゲームオーバーと言ったりですね、まあ、いろいろちょっとショックを受けたみたいなことをね、書いていますが、まあ、こういうところではね、日本の外交も非常に頑張っていると言っていいのではないでしょうか。ただですね、まあ、歴史認識というか、まあ、歴史の情報戦争においては、日本はこれまでね、韓国とか中国に、かなりアメリカの方でやられてきた、過去がありますからね。その辺をもう少し頑張っていただきたいと。まあ、これからね、挽回していってもらいたいなと、思います。ちなみにですね、この国連安全保障理事会。まあ、これはすごく有名ですが、一応ウィキペディアのページもね、出しましょう。国連連合安全保障理事会といったもので、まあ、国際連合の主要機関の一つと。で、略して、安全保障理事会、もしくは安保理というもので、構成は常任理事国と非常任理事国がありまして、常任理事国というのは5つの国、そして非常任理事国というのは、10個の国の計15カ国から、構成されているということですね。はい。まあ、この辺は昔、学校で、なんか習った記憶がありますね。遠い記憶ですが。そして、この地図見えるでしょうかね。常任理事国というのは、この青く塗られている国ですね。アメリカ合衆国、イギリス、フランス、ロシア、まあ、かつてのソビエト連邦。そして中国ですね。中華人民共和国と。かつての中華民国。まあ、中華民国というのは現在の、まあ、台湾のことですね。そして非常任理事国というものは、任期が2年。で、毎年、その10カ国のうちの半数の5カ国が改選されると。再任はできず必ず退任となると。これ結構知らない方もね、いるんじゃないでしょうか。非常任理事国というのが毎年変わるというのが。そして今現在の非常任理事国は、チャド、ナイジェリア、リトアニア、チリ、ヨルダン、サウジ、アラビア、ということでしょうかね。サウジアラビアは、ちょっと違うようですね。あ、なるほど。サウジアラビアは2013年10月18日に、国連安保理のメカニズムや二重基準が国際紛争への適切な対応を不可能にしていると批判して非常任理事国入りを辞退するという声明を行ったと。このためサウジアラビアの代わりとなる非常任理事国を選ぶやり直しの投票が12月6日に行われ、ヨルダンが選出されたと。サウジアラビアの代わりにヨルダンが入ったということですね。で、さらに、この5カ国をプラスして、2016年の、12月31日までは、アンゴラとマレーシアとベネズエラ、ニュージーランド、スペインが非常任理事国入りをしていると
いうことですね。一方、日本は、これまで計10回当選しているということです。なるほど。通算の期間は20年。これは常任理事国以外ではブラジルと並び最長であるということですね。はい。これが、安保理の構成ということです。で、記事に戻りまして、こういったね、国連の舞台の方では日本頑張っていましたが、先ほど言いましたように、歴史認識問題、歴史の情報戦争においてはかなりやられてきていました。特にね、海外で日本の蛮行ですね、蛮行と呼ばれるものを広くね、知られたきっかけとなっているのがこちらの The Rape of Nanking というね、本です。これ結構海外の空港などでもね、よく置かれている本らしいのですが、まあ私もね、海外で見たことあるんですが、中国系アメリカ人のアイリス・チャンという方が書いた南京事件、ね、内勤大虐殺、俗にね、そう言われるものについて書かれた本で、1997年に、発刊された本なんですが、いろんな言語に翻訳されていると。この本がね、結構売れたんですよね、アメリカの方で。確か10週連続、なんかそういうトップチャートみたいのにも載った本なんですが、まあこれをね、広める、ことになった裏では、中国とかがですね、資金を援助したであろうとかね、言われています。で、これに関してですね、違ったちょっとブログをご紹介しましょう。例えばですね、こちらが先の方がいいですかね。こちらのブログでは、先ほどご紹介した The Rape of Nanking について書かれているんですが、桜井よし子さん、有名ですね。この方が、日本よ、歴史欲を磨けという本でしょうかね。本の中で、客観的資料に、依拠することなく書かれたアイリスちゃんの The Rape of Nanking という間違いだらけの本が英語で出版され、世界中の人々に読まれて、それが真実だと誤解されている現状がありますと。日本では南京大虐殺派の人々でさえその本には多くの誤りがあるとみなし、日本版は翻訳されずじまいでしたが、アメリカでは政権に関与するほどの、知日派の知識人でさえこの本を肯定的に評価していますと。ね、この真実に基づかない間違いだらけの The Rape of Nanking という本がですね、どれだけ広くアメリカにですね、浸透したか、そして全世界に、ばらまかれているかとかね、そういうことを、桜井よし子さんはね、危惧しているわけですが、もう一度先ほどのページ出しましょうか。The Rape of Nanking。下の方に行きますとね、この本に関する反響とか批判っていうね、項目もありまして、どれだけこの本がですね、ちょっとインチキだったかということも書いてあります。よかったですね。こちらのも一読していただけたら分かりやすいかと思いますね。で、これに関してですね、桜井よし子さんのホームページでもかなり古い記事なんですがね、書いてあります。これは以前2007年にアメリカの議会の方で、慰安婦に対してですね、対日、謝罪要求決議案というものが、可決、通ったわけですが、その時あたりの記事ですね。結構古いですね。こんな感じでちょっと記録したんですが、アイリス・チャン氏の The Rape of Nanking を全面的に肯定して日本を貶める、おどろおどろしい内容でした。と、当時のね、議決案だったり、それ以前の、訴訟法、民事訴訟法が成立したんですが、それについて桜井さんも批判をしています。ですからですね、こういった本だったり、情報だったりっていうのは、
中国とか韓国がですね、ロビー活動をして世界中に広めた、嘘の捏造情報ですから、それによって日本が、現在の日本国民、我々が、強いてはですね、日本の我々の祖先、先祖がですね、名誉を世界中で怪我されてきた、経緯がありますから、この辺に対して日本はね、これからもっともっと、お金を使ってですね、まあ、この国連の方では、かなり日本はですね、頑張っているようですから、今後はこういう間違った歴史を修正することにですね、お金をどんどん、使っていただきたいなと、個人的には強くね、思っているわけであります。はい、では動画を、ご視聴いただきありがとうございました。また、次回の動画でお会いしましょう。